や英語の長文はやはりたくさんの問題を解いて慣れていくという対策はいいのでしょうか？そうですね。正直言ったらそうだと思います。理論で理解しても多分それが使いこなせないんで、すごい難しいことを言うんですけども、理論っていうものを理解しながら解いていくっていうのはかなりハードルが上がるんですよ。なのであまりそれはおすすめしないですね。だったら慣れとかで勉強していった方が成績が上がると思います。中学生とか小学生の国語の勉強の時に、例えば林修先生が教えてるような論理的な国語の解き方を教えても絶対できないと思うんですよ。だから僕らの塾でも中学受験、高校受験にそれぞれに合わせた国語の対策のやり方を言ってますね。なので理論で説明するっていうのは難しい。数学もそうですよ。理論で理解するより計算って慣れてった方がいいじゃないですか。だからそれは一長一短だと思いますし、慣れも必要だと思います。ただ慣れは伸び方が緩やかにどうしてもなってしまうんで、そこだけは理解していかなきゃいけないって感じです。だから成績が上がってなくてもそれはしょうがないでしょって、時間かかるっていう。